こんにちは、城東区長の東です。本日の城東チャンネルは若い皆さんへの新型コロナワクチン接種についてです。現在20代を中心に若年層の新型コロナウイルス感染症が増加しています。ワクチンは発症を予防し重症化リスクを減らす効果があり、若年層の方がワクチン接種を受ける意義は高いと考えられます。正しい知識を持って接種を判断していただくため、ワクチンに関する効果、メリットと副反応、デメリットなどについてご案内します。若年層の方の大半が軽症で済んでいるとはいえ、38度を超える高熱、咳が2週間以上続くなどの症状が起こります。感染者の中には今も嗅覚や味覚障害、疲労感、記憶障害などの長引く症状、いわゆる後遺症に苦しめられる人もおり、重症例や死亡例も報告されています。ワクチン接種は新型コロナウイルスの発症や重症化を抑え、感染症対策の決め手であり、多くの方が接種することで重症者や死亡者を減らし、医療機関の負担を減らすことになります。ワクチンには高い有効性が認められています。ファイザー社製ワクチンでは 95%、 武田モデルナ社製ワクチンでは約 94% の発症防止効果が確認されています。ワクチンを接種することで感染しにくくする、自分の健康命を守る、人にうつさない、家族友人の健康命を守る、安全で安心感のある生活を取り戻し、生活を正常化する、変異ウイルスが誕生する確率を減らすことができるといったことが期待できます。仮にワクチンの接種後に感染しても、症状のある期間を短くしたり、重症化を防ぐ効果があります。副反応はワクチンが免疫をつけるための反応です。ほとんどの副反応は接種部位の痛み、発熱、倦怠感などの軽いもので、1日から2日で症状は回復します。ごく稀にアナフィラキシー等の強い反応が起こることがありますが、接種会場や医療機関ですぐに治療を行うことができます。もしも副反応による病気になったり、後遺症が残ったりするなどの健康被害が生じた場合、国から医療費の給付、障害年金の受給などの救済を受けることができます。ワクチン接種によるメリットが副反応のリスクより大きいため、接種が推奨されています。ワクチンのリスクばかりを考えてしまうと、受けることをためらうかもしれません。ウイルスは待っていればどこかに消えてしまうものではなく、これからも共存していく可能性が高く、感染症を患うリスクと隣り合わせで生活していかなければなりません。感染のリスクは重症化や長期にわたる後遺症のリスクでもあります。ワクチンのリスクを考えるなら、ウイルスのリスクと比べることが大切です。詳しくは大阪市や城東区役所のホームページで確認できますので、ご覧いただければと思います。ワクチンの接種は強制されるものではありませんが、ワクチンの効果、副反応などを正しくご理解いただき、ワクチンの接種にご協力をお願いいたします。それでは次回も城東チャンネルのご視聴よろしくお願いします。